はい、酒井養魚場さんの三家、2歳オスでサイズが35センチです。お願いします。はい、広島の酒井さんの三家ですね。模様三段模様、紅も真っ赤に仕上がり、そして墨質のいい三家だと思います。この時期では珍しくしっかり決まっておりますね。やはりこの頬積み、この頬積みが非常によく見せます。ちょうど紅が絞ったところ、頭の絞り込みのところにいい感じに出ております。オスですが黄ばみもなく白地のいい本です。はい、つかみます。はい、顔の入りもいいですね。この墨がいいです。墨質が非常にいいと思います。黒々としております。サイド太鼓もありますね。はい、サイドです。全部の墨が本当にいい墨つけてます。これから水温下がるともっと決まってくるんじゃないでしょうか。中です。非常に模様、そして質のいい鯉なので、これからの秋の飼育仕上げていただいて、コンテストに通用するような一本じゃないでしょうか。やはり三段模様、そして墨のインパクト非常に整っております。これからの飼育仕上がり次第では本当に強い一本になってくれると思います。そしてまあ、あの池で眺めてても紅も赤いですし、そして白地のいい三毛、見栄えもうんといいと思います。はい、いかがでしょうか。こちら、酒井養魚場さんの三毛、2歳オスでサイズが35センチです。ぜひよろしくお願いします。